アドリア海プレートアドリア海は地中海の海域の一つ。イタリア半島とバルカン半島に挟まれている。国際水路機関は地中海の海区分としてアドリア海を定義している。国際水路機関の定義によればその南端は以下の通りである。北部は閉じておりベネツィア湾と呼ばれる。バルカン半島沿岸にはダルマティア諸島がある。 アドリア海の海港として知られる都市には、ベネツィア、バーリなどがある。イタリア半島側に位置する、ルネサンス期のベネツィア共和国は、東方との貿易で利益を上げ、アドリア海の女王の異名で知られ、現在も、その得意な街並みを見ることができる。バルカン半島側では、クロアチア沿岸部が複雑な地形を持ち、風光明媚な景観を構成している。保地、継承地が点在し、 中でもドゥブロブニクはアドリア海の真珠と呼ばれる。バルカン半島から EU 諸国への亡命はしばしばアドリア海を横断してイタリア経由で行われる。近年はアルバニアの経済破綻による経済難民がイタリア南部に集中して社会問題となった。ニシン漁やウナギ漁が盛んである。ありがとうございます。